7月の6日の水曜日にですね、日経平均もトピックスも大幅な下落となりました。そして、今朝方引けたニューヨーク市場がまたやや弱かったんですけれども、ある意味急落が昨日今日と続いていてですね、とてもどうしてこんなに弱いんだろうっていうふうに思ってらっしゃる方とっても多いと思うんですね。私も正直この2日間のこの急激な下げは意外な状況だともちろん思っています。しかしながら、私が少なくとも経験した中で考えますとね、よくあることでもあるんですよね。実際に3月9日の日経平均の今年の高値からそこから一気にですね、26,642円まで、3月16日までそれこそ急落した。これはシリコンバレーバンクの経営破綻に端を発するアメリカの金融不安を移して、金融株を中心に急落をして、金融株以外も何もかも急落をした。日経平均ベースで2108円も急落したわけですよね。しかしながらこの急落をわずか極めて短期間に取り返して、2万8000円台の値固めをいよいよするのかなと思っていたところに、このまた急落が来たということで、株が上がったり下がったりする要因についてはね、やはり今はですね、アメリカの今後のですね、経済の行方に対するですね、疑心暗鬼が非常に広がってきたということですね。2月1日の FOMC の後にはですね、基本的に強い数字ばっかりがどんどん出てきたわけです。金利の高い状況が続いていたところに、今度はシリコンバレーバンクの破綻が来て、そしてこれは金融破綻をきっかけにですね、アメリカの経済が落ち込むだろうということで金利も下がり、そして FRB の金利の見通しは変えていなくても、いわゆる市場の金利見通しというのは大幅に下がってきている。しかしながらパウエル議長は先日の3月の FOMC では5.125 を今年中そのまま継続するという話をしているので、今市場は来年の1月の頃の金利をですね 3.9 ぐらいに見ているのでですね、過去なかなかないくらいのですね、 FRB の見通しといわゆる市場の見通しが大きく開いてきているわけです。しかし FRB は 5.125 と言っていますが、一時期シリコンバレーバンクの破綻の前は雇用統計等々が非常に強かったために、もう少しターミナルレートを 6% 近いところまで高くしなきゃいけないなんていう議論が普通に行われていたように思うわけですね。しかしながらやっぱりこの銀行の破綻に端を発してから、それはまた元に戻って、しかし利下げは今年は織り込まずにやっぱり 5.125 ということを今のところパウエル議長は維持をしているというのがですね、今の状況だと思います。そういう中でですね、昨晩 ADP の雇用報告が行われて、これが市場予想はですね、前月比で20万人の増加を予想していたのが14万5千人になったということで、製造業も3万人減り、金融も5万1000人減ったということで、急激にですね、落ちてきました。そういう中で今週金曜日雇用統計の発表になるということですね。でパウエル議長は金利の見通しを述べつつも、やはりデータを重視するという姿勢は貫いているので、明日発表になります雇用統計によってはですね、ひょっとすると次回以降の FOMC、 そして今年中の利下げも視野に入るのかどうか、その状況をどうなっていくのかっていうのを占う一つの試金石として雇用統計はとても注目されるところになると思われます。しかしながらとにかく今はですね、バッドニュースが出るとこれ景気が悪くなって、そして経済が大きく減速する、それは企業業績には良くないだろうというバッドニュースに素直に株式がバッドに反応すると、そういう状態に今なっているわけなんですね。でやっぱりそうなっている背景には、市場予想の金利が下がっても、FRB の金利見通しとの乖離があって、
やっぱりインフレ見通しも早々はすぐには下がらないんじゃないかっていうことからすると、そこにギャップがあるところに市場はやっぱり不安を感じていると思うんですね。まあ現にニュージーランドの中央銀行がまた 0.5% の利上げを発表して 5% を超える形になりました。今回の利上げ、中央銀行の利上げのフロントランナー、一番最初に始めたこのニュージーランドがまだ金利を上げているってことからすると、やはり市場にはですね、根強いやっぱり不安視がしてるわけです。そういう中で景気が弱いってことになると、景気も悪いし物価は上がるっていう、まあ、最悪のスタグフレーションの懸念っていうのが、まあ、改めて出てきていて、そこをちょっとやっぱりアメリカの市場も不安視しているし、やっぱり日本株っていうのはある意味その世界経済の景気敏感株というふうな要素も日本株っていうのはあるのでね、まあ、そういうところをちょっと懸念して、まあ昨日今日と日本株は下がっているんだろうと思われます。しかしながら皆さん、ぜひ頭に入れていただきたいのは、日本企業はですね、 PBR が一番言われている企業が1800社もあってですね、それから30年ぶりの賃金の上昇ということも、まあ、視野に入ってきていますし、それから国内へのですね、設備投資の回帰、製造業が国内回帰を徐々に始めていると、そういったところもあります。まあ、冷静にですね、この安いところで皆さんが日頃からいいなと思ってらっしゃる、狙ってらっしゃる銘柄がですね、自分のイメージに合うところまで下がってきたらですね、コツコツ買っていくっていう姿を、こういう下げた日にやりませんとね、なかなか株式投資で成功するってことにはならないと思うんです。